Activating combat mode. アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波を立てた。ラブレス第一子。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちが。おもちゃの剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕いつまで持つかな。破壊する気か。英雄になりたいだけだ。Thank you.
ンジール。邪魔だ！ジェネシス！かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか？その後、延々とアンジールに説教された。なんて？いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり、二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。アンジール、何してるんだよ。どこにいるんだ。アクティベイングコンバットモード。邪魔すんな。うれっ。どら。この先にホランダーの研究室があるらしい。アンジールの行方とつながるかもな。よし、行ってみよう。Activating combat mode.
扉まで動力が来ていない。動力源は ザックス、最下層のバルブを開いてくれ。それで扉が開くはずだ。ザックス、
Activating combat mode. モンスターが入ってる。ここでコピーを作ってるのか。クラクラする。ジェネシスが姿を消す直前だった。怪我は軽いはずだった。だがなぜかジェネシスの回復は遅れた。ジェネシスを治療したのがホランダーだった。ホランダー博士、ジェネシスの容態は？腕の傷から魔鋼が入ったのが良くなかったようだ。治療法はないのか？まず輸血が必要だ。君ではダメなんだ。なぜ俺ではダメだったのか。GK ソルジャーか。
ホランダーが発案した実験だ。生まれたのはごく普通の子供だった。つまり失敗だったはずだが。プロジェクト G によって生み出されたのがジェネシスだ。プロジェクト G。 プロジェクトジェネシス。このレポートとは裏腹にジェネシスには明らかな変化があった。劣化？それだけではない。コピー？うん、こんなもの。セフィロス。ホランダ、やはりここにいたか。私をどうにかする気かな。となるとジェネシスとアンジールの劣化は誰が止めるんだ。ジェネシス。ホランダは渡さない。ザックス、追え。惜しみない祝福とともに、君は女神に愛された。世界を癒す英雄として。ラブレスか。相変わらずだな。三人の友は戦場へ。一人は捕虜となり、一人は飛び去り、残った一人は英雄となった。よくある話だ。俺たちが演じるとすれば、英雄の役は俺か、お前か。お前がやればいい。はあ、あんたの名声は本当なら俺のものだった。くだらん。今となってはな。俺が最も手に入れたいのは女神の贈り物だ。逃がしてよ。アンジールの居場所を教えろ。見せてみろ。見逃すなよ。おっしゃー。コンプリートリゾルト。ホランダー、こっちに行ったような。
Activating combat mode. 上がってこい。うれ。はい。はい。Conflict resolved. Activating combat mode. Ha! Bre! Ha! Ha! Bre! Ha! Ha! Combat mode.
ソルジャーの誇りを見せてみろ。見逃すなよ。自分がやってること分かってるのか？ホランダーの言いなりか。何がしたいんだよ。世界征服。つまんない冗談はやめてくれ。では復讐か。誰に？アンジール。モンスターになってしまった。モンスターの目的など復讐か世界征服くらいしか思いつかん。違う、翼はモンスターの証じゃない。ではこれは何だ。天使の翼。なるほど。ならば天使はどんな目的を持てばいいんだ。俺はどんな夢を見ればいいんだ。アンジール、天使の夢は一つだけ。教えてくれ。人間になりたい。戦え！